それではタイトルコール参りましょう。 IQ300 襲来、青桐高校の常識人時々ポンコツ、エトタマ対談バトル、よいしょ。はい、青桐高校のエトラです。よろしくお願いします。エトラさん、ママよろしくお願いします。勝手にママにしないで。ママやだやだ。何が嫌なんですか、エトラさん。なん勝手にママにしないでくださいよ。僕のママになってください、エトラさん。ダメですよ、そんな。なんでなんで、拒否権ないっすよ。実はね、あの 3D 撮影の後に、あの青桐のメンバーちゃんと、あと藤井とスタッフさんとご飯会なんかもしましたよね。しましたね。ね、ありましたね。その時ね、僕エトラさんとお隣に座っておりまして、そうそうそう、もうなんかね、エトラさんね、あの何なんだろうな、距離が急に近くなってきて、僕の腕をずっと触ってくれていて、俺のこと好きなんかずっと思ってた。ずっと思ってた。ずっとサワサワして。ね、あの距離感、距離感バグってるから、そう、距離感マジでバグってんの、直接会うと。そうすごかったよ、なんか会った時の距離マジで近くて、そうずっと僕はねドキドキしながらね、もう股間を押さえてましたよ本当に。こんな綺麗なお姉さんにね、ずっと、ねね、玉木くん聞いて聞いてみたいな、ずっとなんか話してて、でも僕ドキドキして全然覚えてない、何話したか。ずっと覚えてない。うん、そうそう、でエトラさん、あ、エトラさんいるってなって、この人コリコ入した人、え、なんで青桐来たんだろうとかずっと思いながら。なんでこんなところに、私なんでここに呼んでいただけたんだろうって思ってた。なんでこんなところに来てしまったんだエトラさんって思いながら。一人だけ清楚な女おるがみたいな。まあでもね、みんな結構ねエトラさんの声と、あの仕草とかに騙されて清楚だと思ってると思うんですが、うん、僕はねエトラは面白い女だと思っている。エトラは結構やべえ女だと僕は思っているんで、ちょっと今日はそのあたりを紐解けていけたらいいなと思っております。でも今もう清掃の視点でなんかハテナついてる人いますよ。最近やっぱバレ始めてるよね。僕そのね、直接会ったのがエトラさんの初だったから、なんかもちろんね、やっぱ声とか清掃だし、あ、清掃なんだろうなってもちろん思ってたんだけど、なんかねやっぱ距離感バグってるし、あのずーっと一人で喋ってんの、何を言ってるか覚えてないんだけど、ずーっと一人でなんか語りかけてて、うん、うん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 ってずっと聞いてて、エトラさんだけずっと楽しそうで、よかったエトラさんが今日も笑っててよかったっていう感じで、僕はずっとうん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 って聞いてた。お酒飲んでたからだと思う。そうなの、ぐちゃぐちゃだった。もうエトラワールドだった本当に。一人で笑ってたもん、ずっとあーっつってて、うん、何がおもろかったのかわかんない。もうでかい女児。覚えてなかった。すごそれなんかさ、すごい言われるんだけど。いや本当にでかい女児だって。エトラさん、エトラさん、ね、どんな方なんだろうと思いつつ、もう数時間後ご飯会の時にはもう腕をつかまれベタベタされるっていうね。エトラさんベロベロによって同じことずっと言ってる。魚が美味しい、魚が美味しい、同じこと言ってたか、言ってた、魚が美味しい、魚が美味しい、うん、ずっと言ってた。なんかさっきも聞いたよって言ったら、さっきは言ってないとか言ってて、いや、さっきも聞いた、さっきも魚美味しいって言ってた、うん、言ってないってずっと言ってて、うん、そうだね、多分違う魚。でも嫌だから、もうめいちゃんの方に行ってっつって、裏の方に追いやってとかありましたけれどもね。あ、でもそもそもね、やっぱ学生さんで忙しい中 VTuber になろうと思ったきっかけは何だったの？いや、もう一つ目はなんか周りで流行ってる中、はい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 、流行ってるなって思ってたんですよ。なんかちょいミーハーやな、エトラさん。いやいや、ねえ、面白そうだったし、まあまあ確かに、あの時期やっぱ2019年18年ぐらいの時期は、その VTuber は流行りでは確かにあった、うん、なんか VTuber になる人が増えてる時期ではあった。そうですよね、うんうんうん、うん、そんな時に、うん、なんかちょっとでかいチャンネルから声かかったから。すごい、あ、なるほどね、声かかったんだエトラさんに。あ、そうです、はいはいはい、はい、オーディションとかじゃないんですよ。あ、なるほどね。でもあの時期確かにスカウト形式がほぼだったんで、オーディションが珍しかったかもしれないですね、うん、そうなんですよね。わ、時代感じるな。じゃあそんなね、怪しい会社からスカウトを受け、やってみるかみたいなところで始めて、うん、なんか最初ギャップとかありました、うん、こんな感じなんだみたいな。あ、一回生配信やってみませんって言われて、あ、そのじゃあここ事務所あるんでって言って、うん、したら、うマジで小さかったの。びっくりしたの。すごかったの。まあそりゃそうよ、あのやっぱね、あの時期に、まあ、うん、今でこそね VTuber 事務所って、まあ、青桐さんも含め大きいですけれども、
あの時期の VTuber 事務所なんてどこも本当にちっちゃくて全部が怪しい企業だったんですよ。いや本当にそう、本当に怪しい企業だったの。なんかいつ潰れんのこの会社レベルで怪しかったんですよ、全部が全部。いや本当にそう、なんかさ、うん、こうちょっと長めの部屋なんですけど、うんうん、ちょっと細長いんですけど、はいはいはい、その細長さの細っていうのが、うんうんうん、その長机とこう、はいはいはい、テーブルが置いてある、だって、うん、長机と椅子が置いてあるんですけど、はい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 、あの奥に入ってる人が外出ようと思ったら一旦手前の人一旦抜かないと細長すぎるガチで攻め、で奥行きは別に3人ぐらいしか入んないからガチで攻め。エトラさんはダブルワーカーをショートにして公表されていますが、将来的に VTuber だけでやっていきたいなどの展望はありますか。あね、ショートを封印出されちゃったんだよね、うんうん、どうでしょう、はい、将来的になんかこう VTuber 一本に絞るとかって考えたりしてる？そこまでの覚悟が私にはまだないかな。そうなんだ。なんか僕からするとさ、 VTuber なんてね、うん、ミートみたいなもんだからさ、なんか楽でいいじゃんって思うんだけど偉いね、ちゃんとね、あの、なんかこう社会に出て僕たち社会に出れないからここでくすぶってるけどマジで偉いな。いやなんか適合できなくなる瞬間って絶対あると思うんですけど、ほいほいほい、適合できるうちはしといた方がいいかなと思って。いや偉いよ、だって僕たち最初から適合できないこと分かってるから社会に出ないんだもん。エトラさんは最近ショートや 3D の動画などでよく胸を揺らすようになってる気がしますが、あれは青桐高校に染まっているということなのでしょうか、それとも私の気のせいでしょうか。エトラさん最近おっぱい揺らしてるんですか。これは、はい、気のせい。え、そうなの俺たちが勝手にエトラさんのおっぱいがボインボインだわーってなってるだけ。そうよ、みんな私のこと胸見てる、胸ばっか見てるからなんかいつもより揺れてる気がするって言ってるだけだよ。これはすいませんでした。僕も見てたよ、はい、僕も見てた 3D 撮影の時に揺れてんなーと思って、うん、今1年経って、うん、やっぱ撮影に慣れてきたっていうのもあって、あーなるほどね。そう、結構なんか無茶するというか、なんかぴょんぴょんはしゃいで、うん、あ、なんか撮影したりとか。まあでもそうだよね、こうなんかこうどれぐらいはしゃいでいいか、最初その新人というかね、新入りだからなんかはしゃいでいいんかみたいなあるよね、もちろんね。そうなんですよね、うんうんうん、エトラさん、玉木くんとコマルちゃん付き合うとしたらどっちですか、理由を含めて答えてほしいです。誰これ投げたやつ、なんか怒ってるこのマシュマロ投げたやつ誰だ、なんで、いやいや そんなだってちょっと困るに負けるのは僕もちょっと不服ですがいやまあエトラさんやっぱりっね、あの女の子と男の男だったらどっちが好きですかね、まずねそこからなんだ、まあ、確かに僕はやっぱ男性なんで、はい、男性と女性どっちが好きですかね、エトラさんどっちかというとでいいですけど。なんかそのカテゴリーやだな。まあ、カテゴリーもチンチンついてるかついてないかみたいなとこありますからはい、まずそこはまず別に人をチンチンで見てないから、えチンチンで見てないだと、なんで人をチンチンで見ないでしょうか。エトラさんのチンチンありがとうありがとうありがとう、皆さんタイムスタンプでここはありがとうございます。ひどい。えでもまあそうか、僕コマルに勝てるところチンチンぐらいしかねえなって思ってるんだけど大丈夫そうこれ戦える、僕分からせられると思ったってこと。いや僕チンチンぐらいしかコマルに アドバンテージないんだけど大丈夫そうかな。でも、うん、なんで今の理由も含めだから、うん、そう今だったら、おう、コマルちゃんかな。なんでたまきさんは、うん、もうちょっと、うん、一緒に遊んでから考えて、えとらさんかわいい、そうだよね、よく知らないもんね、まだ僕のこと。そうだよね、うん、うん、もっと知りたいってことだよね。ぜひぜひ。わ、うれちん、ママママじゃない、えバブバブ、やだママにしないでママになって上から来るんだよ。